どうも、ひこいです。今回は卒業が早すぎたメンバーカラー赤系統のハロメンについて紹介したいと思います。まずは、くすみこはるちゃん。2005年、エースを探すべく行われたオーディションを勝ち抜き、12歳の若さでモーニング娘。に一人加入。つんくさんにミラクル級と言わしめた逸材です。翌年にはアニメ、キラリンレボリューションの声優に大抜擢。娘の活動と並行し、キラリちゃんとして子供たちから絶大な支持を集めます。そして声優活動が一段落した2009年、急遽卒業を発表。東京厚生年金会館のツアーラストをもってグループを離れることになりました。その後、福ちゃん、ちゃんさん、マリアなどキラレボに憧れた世代がハロプロを席巻。小春が残した功績は本当に大きかったと思います。続いて、鞘師里保ちゃん。地元広島で培ったダンスを武器に、S からレッドを背負い、即戦力として活動を行います。鍛え抜かれたスキルとストイックすぎる姿勢。そして天然で愛されるキャラクター。常に娘のど真ん中にいた彼女ですが、2015年10月、年内での娘卒業を発表。卒業まではわずか2ヶ月、卒コンも未開催。本当に急すぎました。卒業後は海外へ留学し、現在はソロとして音楽活動、各種メディア出演など活躍の場を広げています。続いて、加賀楓ちゃん。鞘師里保ちゃんに憧れてオーディションに応募。長い下積みを経て2016年モーニング娘。に加入。デビューシングルでは同期の横山と共にセンターを担当。娘に新風を吹き込みました。芯のあるダンスに厚みのある歌声。唯一無二のキャラクターで多くのファンを沼にはめてきた彼女。2022年、次の夢に向け娘を卒業し、翌年には見事帝国劇場でのミュージカルデビューを果たします。研修活動を含めると約10年。決して早いとは呼べない期間ですが、もう少し娘での姿を見たかったという意味で、今回取り上げさせていただきました。最後は山崎ゆはねちゃん。2018年、新ユニットのメンバーに、ビヨーンズのセンターとして約6年間の活動を行ってきましたが、先日春ツアーをもっての卒業が発表されました。詳しくは以前の動画で紹介しているため割愛しますが、卒業発表後のパフォーマンスを見てもすでに全員前を向いている様子でした。引き続き全力で応援していきたいです。今回のユハの卒業ですが、発表のタイミングや会場のキャパシティなど前日の2人と類似している点が非常に多く、レッドを背負う意味や本人の特性が関係しているのかなとも思いました。皆さんの好きなメンカラー赤のハロメンのエピソードについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。また過去のメンカラーまとめ動画については概要欄のリストから良ければご覧ください。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではバイビー。